どうもこんばんは、エネムです。先日東京グール RE アニメですね、最終シーズンのキービジュアルとオープニングと、エンディングの方が詳細がですね発表されましたので、今回ちょっと少しお話しさせていただこうかなと思います。簡潔にですね言わせてもらうと、すごく楽しみにしています。7月に、漫画東京グール RE がですね完結して、物足りない日々を過ごしてきました。この2ヶ月3ヶ月ぐらい、でもですねまた10月になると楽しみがあると、毎週待ち遠しい日がある日々を、取り戻すことができると自分にということでね、すごく楽しみにしています。少し昔の話になるんですけど、そもそも僕が東京グルを知ったのは、アニメからなんです。アニメの、一期のアニメ第1話ですね、1話を見て、1話のラストシーン、あそこでですね、心をつかまれて、何か心に来るものがあった僕はですね、すぐに伝えにですね、近くの、その当時住んでた、家の近くにあった伝えに走ってですね、何巻かまとめて買って、漫画をねまとめて買ったのを今でもはっきりと覚えています。で、無印が完結して、東京グル RE がスタートしてですね、RE では本当に超展開、怒涛の展開でですね、毎回毎回心をわしづかみにされていました。その当時はですね、週刊誌ヤングジャンプの方をですね、申し訳なかったんですけどコンビニで、毎週チャリンコを飛ばしてですね、読みに行ってて、僕が一番本当に興奮したのはですね、RE 一期のアニメのラストなんですけど、みんな俗に言う闇金木ですか、あそこに覚醒した時ですね、夢はもういいの、もうページを丸々使ってたのかな、あれは。もうあそこのページを見た瞬間にですね、もうほんと鳥肌立ちましたね。僕は来たかと、やっと来たかということで、それでもうなんかもう立ちこぎでもう興奮しすぎてチャリンコ飛ばして家まで帰ったの覚えてますね。確かそれ買ったのかな、そのヤングジャンプは。はい、もう立ち読みでちょっと申し訳なかったんですけど買えなかったんで、それで RE もですね、楽しみに読ませてもらったんですけど、僕はゲームの方もですね、プレイさせていただきまして、 YouTube に、ゲームのプレイ動画を投稿するようになって、今ではですね多くの方に見ていただけるようになりました。一期のアニメ、僕も一期のアニメから入った人なんですけど、一期のアニメでですね心をつかめた人は少なくないと思っています。特に12話のヤモリとの戦闘シーンは本当にすごかったし、一期が終わって二期のアニメ、ルート A ですかね、ルート A、また原作とはですね、かなり違うストーリー、流れっていうか軸としては一緒なんだけど、なんて言うんだろうな、最終的に行き着くところは一緒なんだけど、それまでの過程が違うというか、原作とは全然違うストーリーで、また一期とは違ったね、なんて言うんだろうな、ちょっと静かな感じというか、暗い感じというか、そういった雰囲気になりまして、正直落胆の声、見てるファンの人からも落胆の声は、少なくなかった、多かった方だと思っています。正直に言わせてもらうと、しかしですね、それでも、アニメでしか見ることのできなかった表現というか、ムカデ VS 篠原のシーン、圧巻の戦闘シーンだとか、ラストのシーンですね、最終話ラストの、数秒流れた RE につながるシーンはですね本当に素晴らしかったと、思っています。あれはあれでアニメ良かったんではないかと。で、それから何年か RE がですねアニメ化されるのを、ずっと
ずっと待ってですね、そしてやっとアニメ化が決定して、まあ、この4月から放送が開始された時にはですね、もう嬉しくて、嬉しくてですね、まあ、僕社会人なんでそんな遅くまでは起きれないんですけど、目覚ましをセットしてね、あの僕の住んでる地域はですね、あるいアニメ放送が2時半35分ぐらいだったかな、から放送でですね、まあそこまで起きとくとさすがに次の日仕事に支障が出るぞっていうことで、まあ早めに寝て、まあ、目覚ましを2時20分ぐらいにセットしておいて、起きてですね、ちゃんとその時間に、まあ、眠たい目をこすりながら見させてもらいました。正直言うと、正直言わせてもらうとですね、まあ、戦闘シーンにちょっとスピード感、迫力っていうのがなんかちょっと足りなかったのかなとは思いました。でもそれでもですね、この数年間ずっと待ち続けたアニメ化だったんで、まあ、RE のクインクスとか RE から出てきた、すごい魅力的なキャラクターたちがですね動いて喋ってるだけで僕は、満足することができたんだと思います。でそしてこの10月から、話は戻しますけど10月からのアニメ最終シーズン、オープニングを歌うのは凛としてしぐれの、主題歌はカタルシスで、エンディングはオストライヒの楽園の君という曲とのことです。まあ、これはですね文句なしの采配なんじゃないかと、まあ、ラストを飾るのにふさわしい集大成じゃないかと思っています。誰も文句を言う人はいないんじゃないかと、はい、僕は思っています。まあ、あと1ヶ月、あと1ヶ月でですねアニメは始まるわけですが、まあ一期を超えるね、ある一期を超える素晴らしい作品になっていることを、僕は願っています。まあ、ただ、まあ、心配事が一つありまして、ある意味すっごいボリュームなので、まあ、内容も濃いですし、まあ、あのボリュームなんで、まあ、凛としてしぐれと、オストライヒが歌うってことはなんかワンクールしかやんないんじゃないかなと思っているんで、もしワンクールならあの内容を詰め込めるのか、ちょっとそこが心配ですね。はい、まあ言いたいことはですね、まあ、たくさんあるんですけど、結局は10月からのアニメ最終シーズンがすごく楽しみだよってことです。はい、うん、まあこの、まあ、僕はダラダラ喋ってる動画ですけど、これ見た皆さんもですね、まあ思うことがあれば、まあ、コメントにでも、まあ、ちょろちょろっと残していってください。はい、というわけで僕の適当に喋る動画はこれで終わりです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。